夏になるとやっぱりノンスリーブとかぴったりした白い T シャツとか着てみたいけど、二の腕のポニョポニョ、そしてこのブラの上に乗っかってるポニョポニョが気になって、そんな格好無理って泣いてるあなた、実は1週間毎日頑張れば結構この辺って引き締まってくるんですよ。鏡がある人はね、鏡の前で力を抜いて立ってみた時に手の甲がどっちを向いてますかね。今私の場合ブランって力を抜くと左手は手の甲がね外側向いてるんですけど、右手はちょっと斜め前に向いちゃってますよね。この肩が少し前に巻いちゃって手の甲がそっちから見てちょっと見えてると思うので、ちょっと前に出ちゃいますね、力を抜くと。今度横から見てもらった時にどうなってるかっていうと、プランって抜くと少し肘が曲がって体の線よりも前に出てきてる感じですね。肩も少し前に出ちゃってますよね。本当はブランって力を抜いてもこのぐらい耳の位置に肩が来て、その下に手がまっすぐに伸びてる状態がニュートラルな状態なので、前側の筋肉と後ろ側の筋肉のバランスがいいとこういう状態になるはず。今からストレッチを一緒にやっていきます。はい、そしたらですね、どこか壁の近くに行ってもらって、まずは力こぶの部分を伸ばしていきます。親指をこうやってしまって壁にここの部分をくっつけるようにして肩の高さで手をつきます。この時ね、ついこうやって肩が上がっちゃう人がいるので、肩が上がらないように胸を張ってる状態で壁に手をついたら少し反対を向くように胸を向こうに向けましょう。まあ、ちょっとこうやるだけでここピーンってね伸びてくると思います。あんまり痛くしてグッて力が入っちゃわないように、あ、ここ伸びてるなっていうぐらいでゆっくり深呼吸しましょう。肩が上がらないように、この辺がね伸びてる感じがしてれば OK。 はい、一回外します。ちょっとねじわーんってなんか血が流れるような感じがすると思います。なんかちょっと楽になってないですかね。はい、この後今度は反対、この小指の部分をこうくっつけて、さっきより少し高い位置についてこのままぐーっと伸ばしていきます。肘がこうやって曲がっちゃったり肩が上がったりしないようにしながら、小指をくっつけたままゆっくり深呼吸します。で、体ちょっとこっち向きますね。3回やったら少し位置を上に上げて、もう一度耳と肩は近寄らないように、こうしないようにですね。はい、 OK。 なんかちょっとねピリピリってする感じがする方もいると思うんですが、途中で辛かったら力を抜いてね、あんまりきつくやりすぎないようにしてください。はい、最後は手のひら、少しね手をしっかりパーに開いて手のひら全体をピタッと壁にくっつけます。肩の高さぐらいでいいですね。このままこっちクッと向くと、あいとこうね、ここら辺がピーンって全部伸ばされる感じがすると思います。ここがねやっぱり硬くて前にね肩が引っ張られちゃってる人が多いので、痛い、このままゆっくり深呼吸します。痛いけど力を入れないように頑張っちゃダメです。ストレッチはできるだけ力を抜いて、だんだん向けるようになってきたら少しずつこっち向いていきます。はい、 OK。 どうですかね、肩がだいぶ後ろに行ったんじゃないでしょうか。今ねパッて力抜いてもちょっと映ってないかな、肘がまっすぐね、はい、伸びてる感じになってますよね。こういう風になってれば OK。 反対の手もやってみましょう。まずは親指こういう風にしまって、こうですね、このまんま後ろにグッとで
壁に手をついて反対を向いていきます。こう壁がない人は、壁がなくてもこの状態で少しね、深呼吸しながら後ろにこうやって少し動かしてもらうと、これでも効果ありますね。はい、OK。で、今度は小指を壁にくっつけます。壁がない人は、そのまま手のひらを上に向けてる状態で、後ろについこうならないように、このままグッグッと後ろに引いていきます。壁についてる人は壁に小指をつけて、こっち向いていきます。はい、OK。もう少し高い位置でもう一度。はい、OK。で、最後は手のひらをピタッと壁にくっつけてる状態で反対を向いていきます。壁がない人は手のひらをぐっとこっちに向けて、そのまま後ろに引きます。はい、OK。壁がないとね、やっぱちょっと自分でやってると少し疲れちゃうので、できればね、壁につかまってやった方が楽にできますね。さあ、どうでしょう。だいぶ楽になったんじゃないでしょうかね。もう一度鏡の前でチェックしてみます。はい、力を抜いて立ってみて、さっきと比べてどうでしょう。私もね、今全然力抜いてますが、右手ね、ちゃんとこっち手の甲見えないですよね。しっかり向けてますね、横にね。で、横向いてみても、はい、今ブラーンって力を抜いてる状態で、はい、綺麗に手がね、まっすぐ下に降りてますね。全然こっち向きたいっていう感じが今してないです。これがね、ちょっとまだこっち行っちゃうなって人は、ちょっと肘を曲げて、こういう風にこういう動作をしてみましょう。これがね、今後ろ側ね、二の腕とこのポニョのところを引き締める運動になります。これをキュッ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 、ストレッチだけでももう大丈夫な人はそれだけでも OK だし、それからさらにね、この二の腕をしっかり引き締めていくと、30回ぐらいやってあげて、グランと力を抜くと、もうすごいまっすぐになってきましたね。どうでしょうか。うん、いい感じで、ちょっとね、ここら辺にだるさが残ってるかなと思います。これで引き締まりますね。そして最後、さらにもうちょっとここにキレを出していくためには、この状態から後ろにできるだけ肘を上げます。で、ここで上げて、もうこれ以上上がらないっていう場所で肘を曲げ伸ばししてください。後ろにグッグッ、小指が上でいいです。クッ、もう疲れる。クッグッ、こうやってね、こうグラグラしちゃダメですね。手を上にしっかり上げてる状態で、クッ、後ろでしっかり伸ばします。伸ばす、ダメ、伸ばす、伸ばす、あと10回、1、しっかり伸ばす、3、4、5、伸ばす、6、ここに効いてますか、7、8、10、吐いて、痛い。ここにね、しっかり効いてれば OK。 効いてない人はね、こうやってブラブラ動いちゃってるから、だんだん下に下がっちゃってると効果がないので、しっかり上に上げて、肘の位置を固定して、ここだけね動かします。あんまりプランプランしちゃダメですよ。しっかりそれでここでギュッと伸ばします。これ以上は無理、伸ばせないってとこまでしっかり伸ばすのがポイントです。そして最後もう一つ、これ後ろにこう伸ばしてる状態でちょっとバイバイしてください。手をね、付け根、ここをキュッ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 て回します。後ろに伸ばしてる状態で、あー、これも痛い。回す、手のひらをひらひらする感じで、腕のここからキュッキュッ、痛い。あと10回、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、
あれー、はい、効きました。ここね、最後ちょっと伸ばしましょう。肘を上に上げて肩を触っていくような感じで後ろにぐーっと伸ばします。やりっぱなしにすると今度ね、後ろばっかり硬くなっちゃうので、終わったらゆっくりストレッチをします。はい、反対です。あー、だるい。ここですね、ここしっかり伸ばします。はい、 OK です。お疲れ様でした。普段なかなかね、ここに力が入らない人もしっかりストレッチをしてからここのトレーニングをやってもらうと、ギュッとね、こっちが引き締まって立った時に手がしっかりまっすぐになるようになります。こういう状態にいつでもなるように、この胸の周りの筋肉のバランスを整えてあげると、この辺のポニョがすっきりしてきますから、まずは1週間頑張ってやってみてください。うーぐんぐーん、ほっそりするよ。40代からの動ける体チャンネル、チャンネル登録してね。うーぐんぐーん、バイバーイ。イエーイ。皆さんのおかげで初書籍、1日1つやるだけでマイナス9センチも夢じゃない40代からのお腹痩せが7月28日に発売です。この本、運動が苦手な方でもつまんだり伸びたりするだけで簡単にお腹痩せできるものになってます。筋トレは一切なしです。写真も大きく昭和世代にめちゃめちゃ優しい作りになってますので、大切な人へのプレゼントにもとってもおすすめです。概要欄に予約の方法も書いてありますので、ぜひ見てみてください。よろしくお願いします。みんなも買ってね。